ヒロミック TV。 はい、ヒロミック TV です。今、コロナ禍の中、外でこうやって今レモンサワーを飲んでおります。さっきね、成城石井で、ハイボールと、クラフトビールとかもろもろ買って、今何本目だろう、もう5本目くらいまで行っちゃってます。もう結構飲んでます。なんで酔っ払ってますね。今日はね、動画編集して、でそっから今動画撮ってもらっている彼と、スタバで、打ち合わせをして、そっから今に至るっていう感じですね。すごい電車の音がすごいうるさくて、そうさっきもね、あの中川館のあのメインストリートの高架街で、高架下で飲んでて、すっごいうるさかったんですよね。でその中飲んでて、やっぱり外で飲むのって結構ありだなって思ってて、うん、意外とね。で今夜8時までしかあのお店やってないから、そう逆にこの時間まで、今何時だろう、もう11時近くになっちゃってる。もうこの時間までね、飲んでられるっていう幸せを今感じています。そういいね、やっぱり外で飲めるっていうこの開放感、もう幸せですね。はい、今ですね、ファミリーマートさんから、ファミリーマート、ブレンドコーヒーの、M サイズを、オーダーしたので今から飲んでみたいと思います。ちょっとお味の方はいかがでしょうか。それではやってみたいと思います。美味しそう。どんな味なんでしょう。うん、あ、美味しいですね。ちょっとコクが深くていい感じです。ヒロミック TV、 ヒロミック TV、 ヒロミック TV、 ヒロミック TV。 はい、この動画を見てですね、いいねと思った方は、いいねマークと、チャンネル登録をお願いします。バイバイ。